皆さんこんにちは。メディカルリデュース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ本日のテーマなのですが、看護師のリーダーシップとはについてお話しさせていただきます。で、本日この動画を最後まで見ていただければ、看護師に必要なリーダーシップの能力とはっていうことが分かりますので、もしよければ最後までご覧ください。で、私は医師や看護師ではないのですが、こちらの感染性医療廃棄物処理装置を主に販売しております。こちらの処理装置を導入した病院さんは1000床以上の病院様で、年間1300万以上のコスト削減につながりました。また、今現在コロナウイルスで赤字経営の病院様が7割ほどあるということですので、もしよければご検討の方よろしくお願いいたします。ですので、私の YouTube チャンネルでは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信をしておりますので、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、続きなのですが、でまずはじめにですね、1番、看護師のリーダーシップとはどういうものか一応6つご紹介するんですけど、でまずはじめ1番目ですね、看護師としての何かっていうと、やはり経験ですよね。経験、まあ別にこれ看護師さんの職業じゃない方も、必ず経験ある方じゃないとリーダーシップにはなれませんよね。で、2番目といたしまして、身につけた看護師の、これはスキルですね。スキル、まあ、スキルとも言いますし、能力があるかどうかっていう能力を見られる場合があります。で、次にですね、3番目、様々な、やはりですね、知識ですよね。知識がないといけません。知識が必要です。で、じゃあ4番目といたしまして、何の分析能力っていうことなんですけど、これは問題分析ですね。どういう問題が起こっているか、どのように解決していけばいいかっていう、この問題分析能力、これが必要となっていきます。やはりこれができるっていうことは、やはりそれを経験してるからできることであって、やはり経験値がリーダーシップにはとても大切になっていきます。で、次にですね、何の能力かって言いますと、これは自己発信ですね。自己発信能力、自己発信能力っていうのは、つまりですね、自分でこういうとこを間違ってるとか、こうやって直していこうとか、自分で発言して、それで問題解決できる能力のことです。で、自己発信能力っていうのは、自分で見つけてやるのも大切なんですけど、まあ、自分だけではなくて、周りがどのように解決したいと思ってるかっていうことも、やはり大切になっていくので、周りの意見っていうのもちゃんと聞き入れながら、ちゃんと実施できるかどうか自分で判断する、その能力がとても必要となっていきます。で、6番目に、まあまあ答えはもう書いちゃってるんですけど、コミュニケーション能力ですね。これはやはりですね、看護師として一番必要な能力と言われてます。コミュニケーション能力、要は相手にちゃんと伝える能力ですよね。分かりやすく。で、ちゃんと伝える能力って簡単に言うかもしれませんが、なかなか結構難しい場合もありますので、相手の人に分かりやすく伝えるコミュニケーション能力っていうのがものすごく重要になってきます。で、それ、この6つを大体まとめるとして、どういうことにする必要な能力があるかというと、これはですね、何をまとめっていうことで、これは組織ですね。組織をまとめ、まあ、組織というか、あなたの職場をまとめですよね。まとめて何を達成させる能力かというと、これはやはり目標ですよね。目標を達成する能力、これがとても必要になっていきます。で、これ目標を立てる、まあ、数字でここまで達成しようっていう、よく目標を立てる方いるんですけど、で、これで目標を達成して、要は無駄な動きをなくして目標を達成させるっていうことであればいいんですけど、自分もやってもないのに、この人は何分できる、あの人は何分できるって言って、早い人だけを優先でやっていくと、周りの人にもなんか差別されて、ものすごく嫌な気持ちになって、職場が暗くなってしまうので、そういう風なことをせずに、平均的にどのぐらいでやれるかどうかっていうのも調べてあげることも大切ですし、
ただこの作業を何分でできる何分でできるってただ時間だけ測って計算してそれで目標を設定しても全くそれでは意味がないですので、自分の空論みたいな目標の立て方ってするのは絶対よしてください。で自分もやはりやってみてそれで大変さを知って、でそれをどのようにして短縮して作業を行うことができるかっていうことをちゃんと説明できる、そうでないとリーダーシップには絶対なれませんので、自分だけ上の人だけに評価されればいいっていう考えは絶対に用意してください。そうしないと周りに不愉快になってしまって、やはり辞めていく人が増えてしまうので、そういうところは気をつけてください。で次にですね、2番目といたしまして、リーダーシップを構成する4つの能力っていうことで、一応4つあるんですけど、まあ一応若干答えは書いちゃってるんですけど、でこれは組織や何の管理能力かっていうと、これはグループですね。グループ、まあ、グループというか、まあ周りのいる職場の人たちっていうことなんですけど、グループの管理能力で、やはりリーダー業務なんで、リーダー業務って言ったらスタッフに指示をしたり、業務何をしなくてはならないっていうことなんですけど、業務の分担ですね、分担をしなくてはいけません。でやはりこれ業務の分担をするってことは、できる能力を知っておかなきゃいけないということですよね。スタッフのこの人がどのぐらいできるか、この人がどのぐらいできないかっていうことを判断して指示しなくてはいけないので、必ずそれを把握しなければいけません。で新人の看護師さんとかであれば、まあ 何個か挑戦してみるっていう指示っていうのも私は大切だと思ってます。でやはり同じ業務をずっとやるだけであれば、それアルバイトですので、ちゃんと新人看護師として伸ばしたいんであれば、ちゃんとまたちょっと一歩違った作業を指示してあげる、やらせてまたその新人看護師さんの能力を上げてあげるっていうことも大切だと思います。でやはりリーダーですので、ある程度の作業は全てできるかもしれませんが、まあ、全て完璧にできるって人は絶対いないですので、そこまで完璧にできなくても大丈夫なんですけど、やはりそういう指示ができるってことは業務の大変さを知ってるっていうことですので、まあ、そういうことも周りのスタッフの能力っていうのをどのぐらいあるか知るってことを大切にしてください。で次にですね、組織や団体の何設定っていうことなんですけど、これは目標ですね。目標の設定、要するに達成すべき何や達成する目的ですね。目的や解決すべき何をなくしていくっていうことなんですけど、問題点ですよね。問題点をなくしていくっていうことです。で職場の現場の問題点を知らないままリーダーシップをやると、もう反感食らってしまうので、問題点はどういう問題点かっていう、大体自分が今まで看護師をやっていて、で自分が分からなかったというか、こういう時悩んだ時どうやって解決したかとか、そういうの皆さんそれを経験してのリーダーシップですので、大体問題点はどういうものなのか、どういうことが起きるのかぐらいは、まあ、皆さん分かると思います。でそれでも問題点が、自分の職場の問題点はどういうものがあるのかも把握しないで、あなたもこれできるでしょって、普通の人はできるよとか、なんかまあ適当に自分の空論だけやって、まあ、でできるでしょって、こうやってただ指示だけしてる、それでは全く組織として良くなりませんし、自分あんた現場のこと分かってんのっていう感じで言われて、結局それではリーダーとしての業務っていうのは全く意味ないので、必ず職場の問題点はどういうものなのか必ず聞き出すようにしてください。その問題点をどうやって解決していけばいいかっていうことは、周りの現場の人の声を必ず聞いてください。そうしないと、何このリーダー自分の意見だけ言って周りの現場のこと全く知らねえじゃんっていう感じで
思われてしまうので、それでは職場として亀裂が走ってしまうのでよろしくないので、必ず現場の声を聞くようにしてください。まあ、普通のことなんですけどね、その現場の声も聞かないで自分の空論だけやって、この人できないあの人できないって評価だけしてくる人間、まあ、必ずもう今の令和の時代は完全必要にない人間ですので、まあ、皆さんはそういう風にならないようにしてください。で、次にですね、業務知識っていうことで、やはりですね、看護師としての知識がやはり豊富、まあ看護師3年目でちょっとリーダーシップになる方もいるんですけど、まああんまりそれ私看護師経験まだ低いじゃんって思うかもしれませんけど、それは挑戦っていうこともありますし、自分の成長にもつながりますので、知識や技術などの能力がなければいけないっていうわけではありません。全て完璧でできてなくてはいけないというわけではありませんっていうことです。で、やはりですね、的確な何をすることができないかいけないかっていうと、的確な問題点、的確な判断ですね、判断をすることができなくてはいけません。で、自分でもこれを判断できないなっていうことになったら、もちろん看護師長さんとか看護師の先輩に相談するっていうのも大切です。現場の意見を聞かないで自分だけ勝手にやって、周りに不満をまき散らかして、それでその人たちが辞めてっては病院のためにもなりませんので、絶対そういうことは本当何回も言うようですが本当にやめてください。で、次にですね、なんと連帯能力とやはりコミュニケーション能力っていうのが必要となっていきます。で、この連帯能力とか何かというと、何が必要で何を伝達しなければならないのかっていうことを重要視にする、何能力かというと、これも一応同じ言葉に入るんですが、判断能力ですね。判断能力、これが必要となってきます。で、やはりもう答えも書いちゃったんですけど、相手に理解をしてもらうコミュニケーション能力っていうのが一番看護師さんに必要な能力となってきます。まあ、コミュニケーション能力っていうのはやはり相手に分かりやすく伝える、まあ別にスタッフの方でもなく、やはり患者さんの方にも分かりやすく説明してあげるっていうことを大切になっていきます。そういう能力が必要となっていきますので、皆さん覚えておいてください。看護師のリーダーシップとはについてお話しいただきました。やはりですね、看護師のリーダーシップなりたいっていう方もいますし、まあ、いやいやちょっとリーダーシップをやってる方いると思うんですけど、じゃあなんであなたはリーダーシップを任されたのですかっていうことを考えてみてください。で、じゃあなぜリーダーシップを任されたかというと、看護師長さんに命令されたから、そういうわけではありませんし、ちゃんと看護師長さんは看護師長さんで、あなたの自身を成長させるためにリーダーシップにさせたっていう部分もあります。そういうことも考えつつ、リーダーシップを行うようにしてください。本日は以上です。